この一つ目をクリアできれば正直筋肉めちゃくちゃつきます。逆にてる方が恥ずかしい。筋肉がつく人とそのまま太ってしまう人、ここの違いに何があると思いますか？それが実は皆さんこんにちは、カメです。カモです。今回は何ですか？今回ですね、筋肉がつかない NG 行動。今回は筋肉をつけようと体を引き締めようと頑張ってるのに、なかなか筋肉つかない人が気づかないうちについついやってしまってる最悪な行動を紹介します。皆さんがやられている筋肉をつける行動の中に、それは少しもったいないなとか、筋トレはうまくできてるのにって思う場面があるんですね。僕らも過去に筋トレを5年以上やってきて、自分たちの中で頑張ってると思って続けてきたんですけど、間違った行動をし続けた結果、数年間かなり遠回りをしたんですね。そこで皆さんも今回紹介する7つに当てはまっていたら、うまく筋肉がついていかない可能性がありますので、ぜひ当てはまってる動画をチェックしてみてください。早速筋肉がつかない NG 行動を7つ紹介していくんですけど、この一つ目をクリアできれば正直筋肉めちゃくちゃつきます。そんな筋肉がつかない NG 行動を、一つ目が追い込みきらないことです。これ皆さん筋トレ追い込んでますか？ダイエットで言うと、よくね、食事が9割っていうのは僕らねすごく言うんですけど、実際トレーニングでは食事が9割ではないんですね。筋肉をつける上で大事なのはトレーニングが9割大事なんですよ。ここを勘違いしてる方がすごく多いです。もちろん筋肉をつける上でも食事は大事なんですけど、消費カロリーよりも食事を多く摂ること、これまず前提条件にあります。とはいえ、消費カロリーよりも多く摂った人の中で、筋肉がつく人とそのまま太ってしまう人、まあ脂肪がついちゃう人、ここの違いに何があると思いますか？それが実は筋肉へどれぐらい刺激を与えているか、これによって筋肉がつく人と太ってしまう人、ここが分かれてきちゃうんです。だからこそ筋肉へ刺激を与えるためにも、トレーニングでしっかりと追い込むこと、ここがめちゃくちゃ大事になります。で、この追い込み切らない当てはまる人っていうのが、何種目何回何セット、ここにこだわる人がすごく多いんですね、うん、これはあくまで手段であって目的じゃないんですよ。例えば1種目10回を目安に筋トレしてる方多いと思うんですけど、10回やり終わった時に涼しい顔をしてたら追い込み切れてないんですよ。過去の俺らだね。例えばですけど、ある種目を10回3セットやります。それが10回じゃダメなんですよ。10回8回6回と追い込んでたら、どんどん重量って落ちていくはずなんですよ。なので回数とかセット数っていうのも1個の目安にはなるんですけど、一番大事なのはどれだけ筋肉が疲労してるか、ここが一番大事になります。続いて筋肉がつかない NG 行動、二つ目が体重を増やさないです。これ僕らの動画にすごいコメント多いんですけど、食べてるのになかなか太りませんと、すっごい多いじゃん。めちゃくちゃ多いね。これ僕らもそうだったんですよ。僕らもすごい細身でガリガリで、食べてもなかなか太れなかったんですね。ただそっから食事方法変えたりとか、筋トレをすることで昔と比べてね、今はすごくね体は変わりました。で、変わったからこその気づいた話なんですけど、食べても太れないと思ってたガリガリの時っていうのは、食べた気になってたんですよ。ご飯とか肉をたくさん食べて、今日はすごい食べたなと思った日があっても、1週間とか1ヶ月で見たら食べてない日の方が多かったりとか、っていうのがあったんで、なかなか体が大きくならなかったなと思います。で、まず筋肉をつけるには、体重がキープできるカロリーじゃなくて、それ以上の多くのカロリーを取る必要性があるんですね。これもいろんな動画で言ってるんですけど、消費カロリーよりも摂取カロリーを増やさないと筋肉っていうのはなかなか大きくなっていかないんです。なので体重が増えないっていうことに対しての結論を言いますと、食べてると思っても実は食べてなくて、必要な摂取カロリーを取り続けてないっていうのが一番の原因だと思います。じゃあここで体重を増やしていく目安を話していくんですけど、目安としては2、3ヶ月で最低体重の 10% は増やしたいんですね。今体重が70キロの方だったら、2、3ヶ月かけて7キロを増やしたい、そんなイメージです。では食べてるのに体重が増えない方はどうしたらいいのか、これをステップ3つに分けて紹介していきます。まず最初にステップ1としては、炭水化物の量をできるだけ多く増やしてみてください。やっぱり筋肉をつける上、そして体重を増やす上では、この炭水化物を食べる量めちゃくちゃかかってきます。僕らも増量期の時って炭水化物量めちゃくちゃ多く取ってて、400g 近く取ってたのかな、うん、そう、それぐらい多く取ってました。そしてこのステップ1の炭水化物を食べれない方、そんな方は続いてステップ2で脂質をできるだけ取ってみてください。これもできるだけ悪い油、バターとか肉の油とか、そういうものではなくて、いい油、オリーブオイルとかごま油とか、そういうものから取るように意識してみましょう。そしてその脂質も取るっていうこともできない方は、最後ステップ3として、炭水化物と脂質の組み合わせの料理、まあジャンクフードみたいなもんですね、それを食べてみるっていうことをやってみてください。だから最初炭水化物とか油を取るっていうのはなかなか難しい、それでもどうしても日常生活的にきついよって人は、ジャンクとかでもいいんで、とにかくカロリーを取る、ここをやってみるとだいぶ体は変わってくると思います。続いて紹介するものは、9割以上の方が筋肉のためにいいと思ってやっているのに、実は間違っている、そんな行動になります。筋肉がつかない NG 行動3つ目が、タンパク質のみ食べるです。皆さんも筋肉をつけようと、鶏胸肉だったり肉魚、そんなタンパク質ばかり
リを食べてませんか？これ実は筋肉をつける上でタンパク質っていうのは大事なんですけど、それ以上に大事なものというのがタンパク質を筋肉へしっかりと運ぶことが大事なんですね。ではタンパク質を筋肉へ運ぶためには何が大事なのか、それが炭水化物なんです。炭水化物っていうのは食事から取ったタンパク質をきちんと筋肉へ運んでくれる役割を持つんですね。そして筋肉へタンパク質の栄養というものが運ばれることによって筋肉の合成力が高まっていく、そんな仕組みなんですよ。なのでタンパク質だけを取るよりも鶏胸肉に加えてご飯とかっていう炭水化物、これをセットで取ることによって筋肉がより効率的につくことになります。このタンパク質のみを食べるっていうのは実は僕らがやってたんですよ。筋トレ終わった後プロテイン飲んで家帰ったら鶏胸肉食べてと、ご飯を食べてなかったんですね。そうするとどうなったかっていうと、なかなか筋肉がつかなかったと。まあ、そこで炭水化物が大事っていうのを知ってからどんどん体が変わってったんで、タンパク質を体重の2倍に加えて炭水化物だと体重の6倍ぐらい取るといいと思います。でもちろんこの炭水化物っていうのは筋肉を大きくする上でも必要なんですけど、人間が活動するエネルギーとしても必要なんですね。例えばなんですけど、お昼まで炭水化物を取らないとしたら、もう夜から取ってないけどさ、エネルギー不足が続いちゃうわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、糖新生って言って筋肉を分解してそれをエネルギーにしようとするんですね。なので結果として頑張って筋肉をつけようとしてるのに筋肉が分解されちゃうってことになっちゃうんで、炭水化物はねすごく重要です。続いて筋肉がつかない NG 行動4つ目が全身を鍛えるです。これは決して悪いことでもないですし、時間があまりないって方はいい方法だと思います。ただ全身鍛えるっていうのが何が少し微妙かっていうと、1個の部位に対する負荷が弱くなっちゃうんですね。例えば今日は9セットしかできませんとなった時に、胸トレだったら胸を9セットできますよね。ただ全身だったら胸3セット腕3セット背中3セットみたいな、1個の部位に対する負荷っていうのは分散しちゃうんですよ。そうすると結果的に追い込みきれない可能性があるんですね。なので筋トレっていうのは1個の部位に対してどれだけ負荷をかけてどれだけ追い込めるかっていうのがすごく重要になってくるんで、全身筋トレっていうのはもしかしたら人によってはどの部位も追い込みきれず中途半端になってしまう可能性があります。なので目安としては、最低でもジムで鍛える方は1部位に対して9セット、そしてタクトレの場合は1つの部位を集中的に鍛えるためにも胸の動画だったら胸の動画を2本以上見ることをやってみてください。ただそうとは言っても忙しい人ってやっぱいると思うんですよ。だから忙しい人で全身を鍛えたい人のために1つポイントを紹介します。それが全身を鍛えていく中でも1つの部位に対して重点的にやってみるっていうことです。例えばさっき言った胸と腕と背中を鍛える日があったとしたら、胸を5セット行って背中を2セット腕を2セット、これで計9セットっていうのは変わんないんですけど、背中と腕よりも胸が5セットやってるので胸を重点的に追い込めてるんですね。このようにどこか1つの部位を重点的にセット数を増やしてみて全身を鍛えてみる、こんな工夫をしてみてください。これから紹介するものは筋トレでしっかりと追い込んでるのになかなか体が変わらない、そんな方に当てはまっていると思います。筋肉がつかない NG 行動5つ目が食事の間隔が空くことです。先ほど筋肉をつけるためにはタンパク質と炭水化物のセットで摂ることが大事っていうようなお話はしました。ただこれをさらに言ってしまうと、こまめにタンパク質を摂ることも大事なんですね。1日3食朝昼夜とタンパク質炭水化物の食事を摂るのに加えて、さらに3時間おきにタンパク質をこまめに摂ること、これが理想的なんですよ。でこれなんでこまめにタンパク質を摂るのが大事かっていうと、血中アミノ酸濃度って言って体の中に常にタンパク質がある状態がベストなんですね。まあ、それが3時間おきっていうのがベストなんですけど、これがなくなってしまうとどんどん筋肉って分解されてしまうので、こまめに栄養を摂っていくっていうのがすごく大事なんですよ。これ例えば僕らがやってるのは朝と昼の間だとちょっと時間が短いので、昼と夜の間に間食っていうのを入れて、そこで胸肉だったりとか時間がない時はプロテインをね飲んでます。いよいよ後半になってきました。筋肉がつかない NG 行動6つ目が重量が重すぎる。これよくジムとかでめちゃめちゃ重い重量を扱ってる人見たことないですか？あれは1個のトレーニング方法とかもあるんで決して間違いではないんですけど、自分の筋肉が扱える以上の重量を持っちゃうと可動域が浅くなっちゃったりとか、まあ可動域っていうのは筋肉が動く範囲、そこが浅くなっちゃって刺激が弱くなっちゃって結果的に効かないとかっていう可能性もあります。これ僕らもすごい細かった時からジムに行ってたんで皆さんの気持ちもわかるんですけど、みんなマッチョがいる中でさ軽い重量扱うのちょっと恥ずかしいじゃん。恥ずかしい。だから見栄を張って重い重量扱おうとする気持ちもわかるんですよ。ただそれって長期的に見た時に自分のためになってないし、逆に変に重い重量扱ってる方が恥ずかしい、まあ、そんな可能性もあると思います。でこれは僕らのタクトレ動画も同じで、僕らのタクトレ動画の強度っていうものは色で分けてるんですね。一番軽い強度で言うと黄色、次にオレンジ、赤がマックス強度、こんな感じに順番に分けて概要欄に全て記載をしているので、筋トレをやり始めの方は最初はまず黄色から挑戦していって、慣れてきたなとかもっともっと強度が欲しいそう思う方はオレンジ、赤色と徐々にステップアップを目指してみてください。最後に紹介するものは、筋肉をつける以外にもダイエット面だったり健康面、様々な面においていい効果をもたらすものになります。筋肉がつかない NG 行動ラストが水を飲まないことです。
実は水を飲まないと体の中でのいろんな反応が起きなくなるんですね。例えば血液っていうものも9割水でできているので、水を飲まないと血がドロドロになって、せっかく食事から取った栄養を筋肉まで送り届けない、そんな可能性が出てきます。これまで紹介してきた、例えば筋トレでしっかり追い込むとか、タンパク質炭水化物を意識した食事を取る、ここら辺ができていても、水を取らないことによってしっかり食事から取った栄養というものを壊れた筋肉に届けることができなくなっちゃうんですよ。なので目安としては1日2リットル以上飲むことを意識してみましょう。というわけで今回は筋肉がつかない NG 行動を7つ紹介してきましたが、皆さんどれだけ当てはまっていましたか？最初のうちは1つやもしくは全部当てはまってた、そんな方もいると思うんですけど、徐々にね、これを正しい習慣にしていくことによって筋肉は確実についていくので、明日から全部直すっていうよりも少しずつ直す意識で変えていきましょう。また今回紹介した7つの間違った行動っていうのは、実際僕らが体験して失敗をしてるんですね。それを1つずつ解消してたことで体もね少しずつ変わってったので、皆様明日からね頑張っていきましょう。というわけで僕ら日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれる方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。ダメだ、熱すぎる、うん、熱いからやっちゃう。これいるけどさ、これってさ、俺さ、たまにさ冷静に考えた時にさ、うん、この動いてることによって代謝アップによって熱くなってんのか、どっちがこう効果強いんだろうなって思いながら見てる。うん、やめて職業部だぞ。ごめんこれやって代謝アップ考えてるやついねえから。なんか意外と肩の筋肉使う、こうやってる時やっぱこうやった方が筋入るもん。いや、いける、入ってきます。